んにちは。わかった。説明するわ。わかった？説明するよ。説明しちゃいますね。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない、キリト大好き。ストレア、他に人がいるんだし、落ち着いて。仲良しなのはいいことだよ。でも、アスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよ、ユキ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんて。なあ、前に話しただろ。この人がアバシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトの目の前でお宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア、トレジャーハンターをやっているわ。アバシスのタイプ X も狙っているんだけどな。私はとってもレアですから。こんにちは、私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。どんな能力があるのかな。ユキちゃんったら、狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイン。ちょっとリアルの用事が忙しくて、ログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけて。キリト君やアスナちゃんから新しい友達ができたって話。うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。お姉さんが優しく教えてあげる。ユキたちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。Yeah.
お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答え。そこをなんとか。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、お姉さんたち来てたのか。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。まあお子様のお姉たちにはわからないだろうな。なんていうかよ、NPC を口説くのが大人なの？そんなのできるわけない。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ、わかってるな。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると、人プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。お前さんのアファシス実はかなりのレアなんだよな。ふん、私はタイプ X ですから、とてもレアで利口なのです。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで機能限定型で各施設の受付とかをやってる、このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡よ。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって？いえ、アファシス。でも、おめえさんのアファシスは、どっちかっていうと面白系だよな。なんつうか、アファシスっていうより。失礼な！私だってクールビューティーですよ！
キリト。ああ、プレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは。私の初めまして。私はプレミアと申します。キリト。仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか？待て待て、プレミア。頼むからそんな目で見ないで。この子はな、 AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。 NPC？ そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲーム、オリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GGO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないといてあげるけど、要はプレミアちゃんはキリトさんが大好き。その表現については大筋で間違いはありません。というわけで、プレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。ごきげんよう。以上となります。お疲れ様でした。説明します。Thank you.
そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れ、おかげで君の情報が結構いいねで売れたんだな。何心配するな、名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。それでね、分かったかな。説明するよ。ちゃんと聞いてね。あれ、君たち今日は買い出しかな。いつきさん、いや、クレハ君、この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。ああ、お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますからご安心ください。
このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど、いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？前からの約束じゃないですか。スコードロンのみ、わかったわかった、ついてないな。今度はゆっくり。あんた、いつの間に月さんと仲、友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね、リリースの情報によれば初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしない。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。フレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに乗っているのに？対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちも。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張って。ファイト。